紙幣整理とは、明治初期に出された、明治政府及び、国立銀行発行の紙幣を整理、縮減して、日本銀行発行の打艦紙幣に変換することで、通貨制度、信用制度の信頼回復を図る政策。明治維新後、明治政府は、財政不足を補うために、大乗観察、民部小札などの俯瞰紙幣を発行し続けた。ところが、 西南戦争などの士族反乱に対応するために、紙幣を増殺した結果、急激なインフレーションが発生した。そのため金利が高騰し、日本経済も着実な資本の蓄積よりも陶器に流れるようになり、日本の近代資本主義の形成が阻害される結果ともなった。大倉卿であった大隈重信は、1879年に大量の交際を発行して、 それを元手に一気に紙幣の整理を行うことを提唱した。ところがその中に5000万円にも及ぶ外債が含まれていたことから、欧米列強に不信感を抱く明治天皇やその周辺の保守派の不快感を海外債募集計画は中止され、国債である金札引換交際によって交際化を進めることによって全身的に処理することとなった。後に、大熊は、 明治14年の政変で失脚してしまう。代わって、かつて、大熊と、紙幣整理の方策をめぐって争ったために、大倉大輔の座を追われて、内務卿に転じていた、松方正義が、大倉卿に任命された。松方は、中央銀行を設置する一方で、全身的に、紙幣乗客を進め、紙幣流通量と、成果保有量が、 同じ水準となった時点で、打艦紙幣に切り替えていく方針を定めた。だが、そのためには、紙幣焼却を進めるための財源年出のために、大幅な緊縮予算とデフレーションの発生を覚悟しなければならず、伊藤博文ら政府首脳や明治天皇に同意を求めた。まず、1882年から3年間、前年度の歳出額で据え置くこと、その一方で、 タバコ税、酒造税などの増税を行い、そこから生み出された歳入の余剰分を2分割して、半分を紙幣商却に、もう半分を成果形式で保有して、叱るべき、打官紙幣への切り替え時の準備金とすることとした。だが、緊縮財政によるデフレーションは、租税収入の減少を招くという悪循環に悩まされる。また、更新性変の発生やこれらの発生などの、 臨時出費もあり、緊縮予算の維持も困難を極めた。それでも、松方は、新税の設置などで歳入を確保することで、当初の計画をできるだけ維持することに努めた。また、1882年に、日本銀行条例を制定して、中央銀行構想を確立し、翌1883年には、国立銀行条例を改正して、国立銀行発行紙幣を整理。 廃止する方針を打ち出した。さらに、横浜商金銀行に直輸出荷側接資金を供給して、これによって獲得した輸出代金を日本国外で成果形式受け取らせて、日本国内に導入させることで、少ない成果の準備金を運用して、これを増加させた。その会もあって、1885年までに1364万円の紙幣の整理回収に成功した。 これに、金札引換交際への引換えによる整理分も含めると、1881年から85年末までに、政府発行紙幣は1億1890万円から8834万円に減少し、国立銀行発行紙幣も3439万円から3015万円に減少した。一方、 国庫準備成果口は1270万円から4227万円に増加し、金融市場にて成果1円に対して、紙幣1円80銭に換算されていたものが1円8輪となって、成果と紙幣の価値がほぼ等しくなり、打艦紙幣発行の条件が整うこととなった。こうして金融が安定すると、松方は1885年5月9日に、 日本銀行より多官紙幣を発行させて、翌年より政府発行紙幣、国立銀行発行紙幣との交換が行われた。1893年に入ると紙幣交換基金を設置して、政府紙幣、国立銀行発行紙幣の回収を加速させた。1896年3月9日には、国立銀行紙幣の通用及び、 引き換え期限に関する法律が八百九十八年六月十一日には政府発行紙幣通用廃止に関する法律が交付され八百九十九年末をもって政府発行紙幣、国立銀行発行紙幣ともにその通用が停止された。これら一連の法律に基づいて翌1九百年初めから五年間の期限付きで民間に残された政府発行紙幣、 国立銀行発行紙幣の交換が行われ、流通していたこれらの紙幣の回収が完了することになった。ありがとうございます。